今日はわざわざすまねえな、星野さん。馬頭探偵事務所の千田だ。あの、何なんですか、あの電話は。意味がわからないんですけど。心当たりはないと。その割にサングラスなんかかけて顔を隠してる様子だったが、後ろめたいことがあるからじゃねえのか。そんなことありませんって。それで相談って何ですか。電話で話した通りだ。白崎沙織さんにあんたの調査を依頼されてな。依頼人に結果を報告する前に本人に相談しておこうと思ったわけだ。あの、これはあんたの彼女がうちの事務所に相談に来た時の写真だよ。そんな、なんで沙織さんが。あんたらそろそろ婚約って感じなんだってな。それで不安になっちまったんだろうさ。彼氏がもしかしたらってな。まあよくあることだ。それであなたは何がしたいんです。僕には後ろめたいことなんてありませんけど。そもそも探偵が依頼内容を他人に話すのは守秘義務違反でしょ。さすが弁護士さんだ。ハッタリがどうに言ってる。だがこいつを見ても平然としていられるかな。はあ、これカムロ町のラブホだよな。いや、婚約前の最後の火遊びといったところがね。延長までして随分とお楽しみだったようだ。これはその誤解というか。まあまあ、とりあえず落ち着こうや。ええかい、星野さん、これが法廷と違うところだ。この写真なかったことにしてやってもいい。地獄の沙汰も金次第ってやつさ。つまりあなたを買収しろってことですか。理解が早くていいね。そういうことだ。400万。それで依頼人には浮気はなかったって報告してやるよ。400万。そんな金払えるわけ。あんたその金で未来を買うんだ。そう考えりゃ安いだろ。ですが。おい星野、こいつはあんたの職場に送りつけてやったっていいんだぞ。依頼料もらった上にターゲット脅迫して400万ね。いやー、悪徳探偵ってのは随分と儲かるみてえだな。んだお前。あっ、お前元松金組の。今はあんたと同業だ。元馬頭組若頭補佐千田四郎さんよ。海藤さん、僕の演技なかなかのものだったでしょう。演技。あんたに騙された依頼人に頼まれてよ、脅し取られた金を取り戻してほしいってな。そこで星野君と沙織さんに一芝居打ってもらったってわけだ。おかげで証拠はバッチリつかめたぜ。なあ星野君。ええ、証拠は全てここに。さて、依頼人から脅し取った100万プラス迷惑料30万、それで手を打とうや。なあ、てめえ。マシュー、待て。なんだよこいつは。
よし、壊れてねえな。くっそ。なあ、千田さん、お前んとこの事務所、カムロ町だったよな。一緒に向かおうか。千田、何やってんだてめえ。か、頭、それが。てめえは、確か松金のところにいた。八神探偵事務所の調査員、海藤だ。お前ら工夫がねえな。片木のオフィスに見えねえぞ。これじゃお客が怖がるだろう。うちに依頼に来たって感じでもねえな。お前が代表か。馬頭探偵事務所主任カウンセラー五十嵐だ。馬頭組、確か東条会の調査部門を名乗ってる連中だったな。殺の家族構成や弱みをつかんで脅しや牽制に使う。仇になっても相変わらずのようだが、おかげでカムロ町の探偵の評判はガタ落ち。うちもいい迷惑してんだ。当社のお客様満足度は 80% 以上だ。客が来ねえのはてめえらの営業努力不足だろう。とにかくだ、お前らが依頼人から騙し取った100万返してもらうぞ。ついでに迷惑料30万もだ。こいつと交換だ。警察に突き出されたら営業停止じゃ済まねえぞ。下手打ったな、センダー。すみません。だが、こいつを連れてきたことだけはお手柄だ。こりゃ、迷惑料50万はもらわねえとな。おい、お前ら、遠慮はいらねえ。このバカをぶっ殺せ。やらせてもらう。150万で手を打とう。お前らの未来を買うと思えば
安いもんだろ。カイト、この借りは返す。必ずな。楽しみにしてるぜ。どうもありがとうございます。おかげさまでお金も戻ってきました。まったくひでえ連中だぜ。結局あんたの旦那さん浮気なんてしてなかったんだろ。ええ、それなのに調査依頼されたことを旦那にバラすぞって脅してきて。最近元ヤクザが探偵を名乗って営業してるケースが増えてるみたいで、うちへの相談も多くなってきてるんです。通常元暴力団の人間は5年間は探偵業を営めないはずなんですが、オーナーに一般人を据えたりして法の穴をついて営業してるようですね。そうなんですか。他の探偵さんよりすごく安かったのでおかしいと思いました。その点我が八神探偵事務所でしたら安心ですので、完全成功報酬、追加料金も一切なし。また旦那さんのことが疑わしくなったらぜひうちに相談してください。しばらくは大丈夫です。夫のこと信じることにしたんで。ではところで星野君、沙織さんとは実際のところどうなんで？僕としては尽くしているつもりなんですけどね、時々僕たち本当に付き合ってるのかなって心配になることも。もう付き合って3年ぐらいだよな。結婚とか考えてねえのか？もちろん僕は真剣に考えてますよ。でも沙織さんはどうなのかな。おいおい、そんなんだと沙織さんを逃がしちまうぞ。男ならガツンといかねえと。そうですよね。よし、今年こそは。うん、応援してるぜ。それじゃあ僕は事務所で仕事が残ってるので失礼しますね。暇だな。お、ターボからだ。もしもし、こちら横浜99課です。よう、カイトだ。これから飲みに行かねえか？杉浦も一緒にさ。杉浦氏は仕事ですな。浮気調査で張り込みに行っています。そうか、そんじゃたまにはサシで飲むか。せっかくのお誘いですが今夜は無理なのです。無理？どうして？これから楽しみにしていたアニメの放送があるのです。劇場版ラブスター3ディレクターズカット版、地上波初登場ですぞ。高まりますな。アニメだ？
んなもん録画しときゃいいだろうが。カイトーさん、分かってませんね。リアルタイムで見ることに意義があるのです。ネットの仲間と共に実況しながら楽しむ時間はプライスレスなのですぞ。あ、実況だ。お、そうだ、よかったらカイトーさんも一緒に実況しませんか。オンラインでボイチャしながらでしたらカムロ町のご自宅にいても共に飲めますし、僕の友人にも紹介いたしますので。あ、いや、実況、話についていけそうにねえし、誘っておいて悪いがやめとくわ。そうですか、カイトーさんにラブスターの良さを知ってもらういい機会だと思ったのですが。お、そろそろ始まりますので失礼します。カイトーさん、どうしたんですか。星野君、これから飲みに行かねえか。え、いや、さっきも言いましたけど、まだ仕事が残ってて。なんだ、まだ片付いてねえのか。はい、それに沙織さんにも手伝いを頼まれちゃって。そうなのか。まあそれじゃ仕方ねえな。沙織さんのお願いじゃ断れねえもんな。ええ、すみません、また誘ってください。カイトーの兄貴、どうかしたんすか。おう、今から一杯引っ掛けに行かねえか。え、今からっすか。ああ、すんません、今夜仕事の会食が入ってて。会食だって。ゲーセンの店長が会食なんかするのかよ。まあ普段はないですけど、実は美人町に新しく店舗を出すことになったんです。それで筐体のリース業者の社長さんとどういうわけか意気投合して会食することに。おお、ってことは2店舗のオーナー。ええ、まあ。お前も偉くなったもんだな。兄貴、すんません、せっかく誘ってもらったのに。仕方ねえぞ、また今度飲もうや。よろしくお願いします。あ、そうだ兄貴、今日シャルルでバイトしてた子が言ってたんですけど、なんか妙なガキが兄貴のこと探してたらしいですよ。ガキ？俺はいなかったんで見てないんですけど、やたらと威勢のいい生意気なガキで、うちのバイトと喧嘩になりかけて追い出されたとか。なんでそんなガキが俺を。さあ、なんでしょうね。あ、そろそろ会食の時間なんで、また。仕方ねえ。誰かいるかもしれねえし。テンダーにでも顔出してみるか。